ばんは、かっけんです。おはようございます。今回は、移籍市場が、まあ、ついに、はい、終わりましたね。はい、終わったんで。そうか、終わったんか。まあ、前回パート1で、メッシがどうなるかって多分言ってたぐらいの時期なんで、ギリ残るっしょみたいな。残るっしょって言ったのか。そうか、そうか、そうか。まあ、そのくらいなんで、まあ、PSG の大型移籍とかもありましたし、まあ、まずeeE フットボールで使えるまあ、9つのクラブがあると思うんですけど、うん、それの欧州のヨーロッパの5つぐらいかね、確か。そうだね、あとなんか南米のチームだったもん、ね、はい、の中心に、まあ、今回は見ていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。イーフトの体験版で使えるチームそうあれを見てことでね、はい、じゃあまあ上からじゃあまずアーセナルから富安目に入っちゃった、すぐ。いや富安ここにいるのか。適当に今フォメは自分が勝手にいじっただけなんで。いるのすごいな。この中にいるのすごいですね。誰が入ってきた？富安、ベン・ホワイト2人、あとウデゴか。あんまりじゃないのかな。抜けは誰？抜けダビド・ルイスと、ダビド・ルイス、ベジェリン。あ、ベジェリン、ベジェリン、ベティス行ったよね。ベティス、めっちゃ、めっちゃかっこよかった。あ、そうなんですか。で、なんかユニフォーム着てる写真出てたけど、すごいかっこよかった。スペイン人だって思ってたね、かっこよくて。まあ、大きな感じで言うとそんな。まあでもね、サッカーゲームはね、オーバーメアみたいなタイプ強いから、うん、はいはい、オーバーメアがどんなになんだろうな、能力確保入ったとしても、うん、足速ければ多分ね、そこは強いと思うんだよ。スピード落ちることないんだろうな、うん、だからラカゼットとオーバーメアンだとやっぱね、オーバーメアンのがね、はい、単純なサッカーゲームは強いと思うんだよね、うん、まあでも均一化でやらないと、正直ユベントやバイエルンとユナイテッドばっかになりそうだから、公式大会、まあ、こんな感じですかね、アーセナルは。なんか見どころ少ない少ないですね、まあ、新加入がちょっと少ない。そうだ、新加入がなんかなんだろう、はい、今頑張りたい即戦力っていうよりかはなんか今後、まあそうですね、まあ、今後長い目でチームを見た時にだから、そうっすね、3、4年後のアーセナルのね、ウィレン能力今じゃなかった、今じゃなかったね、これまだね次がまあ同じところにいるんで、ユナイテッド出た。いや強い。いやーまあまあ、普通にいい選手集めればサッカーゲームも強いからね。間違いですね。ゲーム的には間違いなく強くなったと思う。まあそうっすもんね、バラン入って、すごいな、まあ、ロナウド、サンチョ使わない選手多すぎだもん。多分控え選手でこのアーセナルの戦力と比べても多分大して変わんないからね、控え選手本当に、はい。じゃあこん中で使えるの3人でしょ、後半から入れられるの。そうっす。ってなるとやっぱ戦力多すぎなんだよね、使わない選手が。好みは分かれるのかな、なんかで2トップにしたりとか3トップにしたりとか、多分どんなサッカーゲームの仕様になってもそれなりには強いと思う。まあでも最近結構ゴリゴリフィジカル推しだから、ウィーレが、うん、まあそうなってくると自作でも今弱くはないよね、絶対、まあ、弱いことはない、弱くはないと思う。あとはなんかスキルとかがどんな感じの強さになってるかとかも結構、うん、あスキルついてるスキルとかなくなったスキルとかあるだろうから、いろいろ。確かに。とじゃあ次が、うん、ああジューベ。いやこれは一気に使われない、マジで使わないと思う、俺はもう誰が入ってきた？ロカテンリ。ロカテンリでキーンが帰った。ロカテンリでキーンが帰ってきた。ああそうだ、キーンが帰ってきたんだ。なるほど。ラインブレーカーだ。うん、あれだ、均一化だもん、これ。均一化。均一化しようだ。まあ、このブラジル人が入ったぐらいですかね。カイオ・ジョルジ、はい。ラインブレーカーだよ、これも。本当、均一化いいっす。そうだね、均一化だもんだね、これ完全に。スタメンの戦力だけで考えても、ロナウドいなくなっただけで。こんな違うんだな。多分、2020-21 も、ロナウドいなかったら、ゆうべ見ることほとんどなかったと思うんだよね。まあ、そうですね。それぐらいの選手だから、ほとんど見なくなりそう。既存の大会があったら、ゆうべ、ん、は。すごいもん、物足りなくなったから前線すごいっすね。ディバラ、キエーザ、モラタとかでしょ。守備は多分ね、めちゃめちゃ硬いと思うんだよね。キエリーニ、ボヌッチ、うん、デイフト、サンドロ、一気に減りますね。そう言うてなんかドリブル押すゲームじゃん、次って、はい、ってなるとそのドリブルのとこ考えてもちょっと物足りない気はする。キエーザ、ベルナルデスキとか、多分クルセスキとか多分やると思うんだけど、サイド、うん、なんかね、縦でこう縦行って置き去りにするかも、多分あんなイメージできないよね。逆にこれロナウド一人いたって、なんかドリブルゲーになったら使えるかどうか。確かにそれでも分かんない、それでも分かんなくなる。ロナウドでドリブルそんなできる気がしないから、正直一発がなくなるんだよね、どうしても。ウイングでも何でもいいから、ちょっとそうっすね、ちょっとなんか脳筋タイプの頭とらわれみたいなのが欲しい。ああ確かに、はい、逆芸的に言えば。で、まあバルセロナが、まあ、これで一応確定じゃないですけど、うん、バルサは普通に強いと思う、俺は。強そうですね、うん、普通に強いと思う。多分デンベレ、ファティとかがマジで強いと思う。
やっぱドリブルできる選手がそうちっちゃくて速くて軽いやつが強いと思うんだよ、ウイングにいて、うん、でサイドバックとの1対1になるシーン多くなると思うから、確かにそれだったらそうなるともう1回抜いて追いつかれないことが大事だと思うんだよね、はい、1回抜いた後に、ね、はい、だからもう足速ければウイングが強いと思ってる俺は今回そこそこ、うん、ブスケツもね、なんかあんま重たいと使いたくなくなる気がするんだよね。まあパスがどれぐらい通るかとかによるんだけど、まあ、確かに誰でやってもパスずれるんだったらブスケツ使う必要ないからもう、はい、あと本当もうデヨングとペドリダブルボランチでデンベレファティサイドハーフにしてデパイアグエロとか真ん中にいれば、うん、でフィジカルも多分そこまでね、まあ、あったらいいなぐらいだと思うんだよね。ただこのデストとジョルディアルバみたいに軽い運べるサイドバックいるっていうのは結構ユーベよりは多分強いと思う、これ、うん、ちょっと気になるのはピケとラングレとかウンティの機動力がちょっと怪しすぎて、はいはい、ーカーソルチェンジ微妙になるわけじゃん、仕様が。そうです、ね、そうなると裏に蹴られた時にある程度自動で走る速さが速くないと、うん、確かにそこっすね。そう、そこ次第なとこもある、うん、正直。あとどれぐらいその裏に出すパス精度、出すさパスの精度が高いか、ゲーム的に。あー、もう、まあ、監修してますからね、ピケは。そうだね、じゃあ自分有利になってる。自分有利でしょ、もうバイエル俺やばいと思ってるよ。まあ、ウパメカノいない、はい、ちょっと搭載はされてないんで。いや、これマジで強いと思う俺確かに強いな、こう見るとさっき、まあ、ユナイテッドと比較すると割れそうな感じするんだけど、うん、多分アーセナル、ユーベ、バルサと比べたら何でもできると思う、こっちの方が。高さもあるじゃん、レバーがいるから。確かに何でもできるねっていう感じは。ウイング早いし、でも交代も多分ある程度もう簡単というか、多分コマ入れて中盤入れてとかになると思うね、チュポーティング入れてとか、うん、明らかに強いと思うんだけど、センターバックも多分、まあ、ジューレが強い仕様だったらジューレ使えばいいんだけど、なんかでっかくて重たいやつがあんま強くなさそうだったらリュカとウパメカノにすればいいし、センターバック、うん、そうっすね、機動力もね。で右さ、これキミヒとかにしてさ、ゴレツカ入れたりとか、はい、強いと思うんだよな。バランスがいいっすね。バランス絶対いいんだよね。多分ノイアー最強だと思ってるから。ノイアーが結構止めること考えたら、多分デヘアも多分強くなることないだろうし、あとヘンダーソンがデヘアに強いこと多分、まあ同じぐらい、同じぐらいじゃん、多分85とかってなると、はい、キーパーの安定感とか結構大事だと思うんだよ。個人的にはバイエルン推し今のところ、うん、ニャブリとサンデで縦ドリブルしていけば何とでもなると思ってるからニャブリ強くなりそうだな。いや、ニャブリ絶対強い。ニャブリ絶対強いし、サネは作品に合ってる。あー、確かにそう、ね、サネは作品に合ってた。追いつかれないもんね、一度抜いたら。確かにそうっすね。っていうな、レバーが中にいるの結構でかいと思うんだよね。レバーがなんか確かに。でなんかロナウドって今までさ、ラインブレーカーじゃなかったからさ、はいはい、レバーとかとの比較にあんまなんなかったと思うんだけど、あ、ラインブレーカーになったってことはさ、もう完全にレバンドフスキとの比較とかになると思うんだよね、これから。確かに。ロナウドってそうなるとね、俺ロナウドよりレバーの方が強いんじゃないかな説、ちょっと。確かにな、まあ、分かんないけど、触ってみないと。俺どっち使うかって言われたら多分、まあ、バイエル。それ聞いてるとバイエルの方が、まあ、一応ライセンス、まあ、あの30日から使えるチームはなんかこんな感じだね、はい、でまあ、おまけであのビッグクラブとかもいろいろ見ようかなっていうふうに思って、はいはい、一応パリ・サンジェルマンも絶対一番強いんだけど今なんかユナイテッドとバイエルの話したの多分バカらしくなるぐらい強いんだけど、まあ、確かに確かに、うん、そうですね。まあ、でっかいフォワードいなきゃきついゲーム性だったらしんどいのかもしれないけど、あ、まあ確かにそうっすね。カーソルチェンジまともにセンターバックに当てられない状態でどうやってムバッペついてくるの？ムバッペはついていけないな。ついていけないでしょ。絶対ついていけないな。でネイマールも多分弱いことないと思うね。久々に暴れそう、ネイマール。ああ。オンディビみたいなモードがあったら使ってる人多そう、やっぱパリは。まあオンディビそうっすね。ね、ほんとフランスやないリーグで見たい、このチームそれこそプレミアとか、まあ、プレミアとかリーガとかブンデスとかでこのチームが見たい。そうですね。チャンピオンズリーグ100始まってほしいね。いや、そうですね。チャンピオンズでめちゃめちゃ強いチームとしてやってたの見たい。それはここも大会では使えないですけど、なんか使えるようになんないかな、やっぱり。メッシとネイマールだよ、今頑張んないかな。逆に入れたくないんじゃないですか、こんだけ揃ってるとメンバー。逆に、はい、パリがパリ一強になっちゃうんで、大会でちょっと、はい、なるほどね、なんかちょっと頑張る価値ある気がするんだよな、ブランド的に。メッシとネイマールいるって、コナミ。まあそうです、たまにあるじゃん、見て途中からさ、ライセンス獲得しましたみたいな、はい、いや、なさそうだな、それ考えると。まあ、ないかいや、なさそうだな、なんかでも見たいな、大会でこれ。まあ見たいですけどね。見たい。だって大会からメッシ消えるってことでしょ、もう、うん、パリがいなくなるってこと。そうです、ね、もう使えないわけじゃん、大会で。それちょっと、なんかもう本当にある意味、ロナウドがユナイテッド行ってよかったかも。いや、これロナウドがシティなんか行ってたら、もう本当に公式大会でメッシ、ロナウドいないってことだから、ネイマールもすごいですね。っていう感じですかね。
まあ、一応随時なんかアップデートとかもやるって言ってたんで、もしかしたら急遽なんかあのブライス・ワイトがバルサ行った時みたいに移籍が、まあ、確かになんかあるもんね、たまにそういうフリーの選手が急遽入るみたいなとこ、まあ、そしたらチームの戦力図みたいなのも変わるかもしれないんで、ね、うん、まあ、とりあえずはこんな感じですかね。この動画を見て気に入ってくださった方いましたら、チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。